英雄のいない国が不幸なのではない。英雄を必要とする国が不幸なのだ。ベルトルト・ブレヒト。ネギップアルファ、ソルトワ。ネギップハボ、リコです。アルファ、ボシュ選挙サンキ。ブラボ、ボシュ選挙サンキ。エキプテテラディリット、アルソルテラ。パタデレゾンストラクションでレスペクトアマリモア。エキプテテラディリット、ボシュ選挙サンキ。オムレスメンバスティアンセポン。エキプラボ、プレバイブ。Équipe des enquêteurs, du nouveau. Deux minutes, s'il vous plaît. Y a des minutes. Objectif dégagé. Objectif dégagé.Équipe de deux, à le premier, au nord-est. Ça va ? Il est en sécurité.Il y a environ 100 ans, alors que les gens se font de la récession, une poignée de politiciens et de conglomérats dominaient l'économie. Un voleur qui avait magnifiquement arraché la plus belle œuvre d'art. Ils avaient redistribué aux pauvres. Et celui que nous appelons Tsuchinoko.Les gens ont levé Tsuchinoko comme le héros. Le nom légendaire de Tsuchinoko était très admiré par les criminels. Et le meilleur voleur de l'époque le succéda. Et on dit que la troisième génération est décédée il y a quelques années. Et puis, il y a la quatrième génération. Tsuchinoko?C'est un japonais? Marquise de Bonnard. C'est la raison pour laquelle je suis autorisé à être en charge de l'enquête. J'ai des assis au Japon. Les détectives Marimua et Jean, mais tout le monde qualifié. À Interpol, les gens l'appellent le loup. Marquise, soyez assis. Je récupérerai vos ordres. Un enlèvement, c'est détestable.Quel japonais méprisable. Oh, oh. Quel plaisir de vous voir.
Madame de Bonnard, reprenez des forces.会長、話してくださいよ。今も血まなこになって探してるんでしょ？あんたを騙した詐欺師ども。丹波刑事、何度も言ってるでしょ。私は詐欺などあってはいない。それは表に出せない金だ、そういうしかない。あんたと同じように被害に遭った多くの者たちも口を割らない。じゃあ、警察はどうしようもない。連中は国内のみならずアジアやヨーロッパにまで手を広げてる。俺は刑事生命かけて奴らを挙げると決めてるんだ。手組もうじゃねえか。私はね、自分の問題は自分で解決する主義なんです。このお魚も気に入らないのね、一体どうしちゃったのよ、ボクちゃん、リチャード。もう2年だよ、2年もお魚釣りしてない。私は干からびちまうよ。ダー子、僕は足を洗ったんだ。うわ、聞き飽きたから。あのヤマンバが逮捕された。知ってるよ、自業自得。スターも何者かに身辺を探られていると感じ国外へ出た。ジェシーも危険を察知し身を隠した。包囲網が気づかれてってる。お前も身に覚えがあるんじゃないか。それは私たちの熱烈なファンなのよ。茶化すな、少しは真剣に考えろ。いつか必ず終わりが来る。僕らを捕まえる奴が現れる。リチャードも警察が怖いんだ。私はどうやら情熱を失ったようだ。情熱？三代目ツチノコは私の恩人であり目標だった。非道な詐欺師だった私が英雄と謳われる彼のもとで学び、全てが変わった。君たちとも出会った。その三代目がこの世を去り、私は目標を失った。一つの時代が終わった、そう感じている。リチャードも年だ、無理も聞かない。余生を静かに過ごしたいんだ。お前ももうこんな生き方やめて。人に指図されるのはどあい嫌いなの。一度くらい僕の言うことを聞け。ターコさん、本当は君もまた心の火が消えたように感じているんじゃないかな。三代目を一番慕ってたのも、彼から一番可愛がられたのも君だからね。だからこの2年君は仕事をしていないんだ。分かってるんだろ、潮時だって。三人で勝負する。勝負？三代目の元で学んだ頃もよくやったでしょ、腕比べ。敗者は勝者の言うことに従うってやつ。いつも勝つのは三代目だったけどな。だがあれで我々は腕を磨いた。三人の原点だ。そう、終わるにしたってこのままフェードアウト。笑っていいともだってグランドフィナーレを派手にやったよ。最後は原点回帰、三人で真剣勝負。もし私に勝ったら何でも言うことを聞くよ。これで最後なんだな。ラストゲーム、我々らしい決着のつけ方かもしれないな。受けて立つ。時と場所が決まったら知らせろ。
界中のセレブが集まるタックスヘイブンで史上最大のバトルが今始まる。果たして勝つのは誰なのか。華麗なる詐欺師の宴、ヤカタ。映画の宣伝文句みたいだね。大声で詐欺師とか言うな。3人で腕クラブなんてワクワクが止まらねえぜ。これは遊びじゃない、人生をかけた真剣勝負だ。我々は所詮一匹狼、いずれ戦う定めだったってことだろう。詐欺師ナンバーワンを決めるのにこの俺を忘れてもらっちゃ困るぜ。アウス。勝負の期限は7日間、ルールは無用。誰と手を組むのも裏切るのも自由。最も稼いだ者が勝者だ。敗者は勝者の言うことを聞く。どんなことでも異論はないな。では7日後のこの時間この場所で、ザ・ラストコンゲームグランドフィナーレバトルロワイヤルスタート。長い。私は師匠の一番弟子です。一生ついてきます。冷静に考えてダー子さんにつくのが確実ですから。特に五十嵐。俺はダー子ちゃんの守護天使だぜ。裏切ったら体毛全部抜くからね。お願いしたいくらいさ。あの日本の方、道へお尋ねしたんやけど。子猫だな。ダー子の子猫だろ。騙されないぞ。君と組めば必ず勝てる。手はず通り頼むよ。私にできるかしら。地中海の男どもは骨抜きさ。 Would you like Japanese pasta? Ah, どうぞ。 My Japanese pasta is not delicious でしょ。 No, it's so delicious. I'm loving it. 本当？ なぜマルタなのか。そう、初めから狙ってるお魚がいるから。マルタ島最高級のお魚発表だ。あ、目に見えるものが真実とは限らない。何が本当で何が嘘か。織田信長は本当に本能寺で死んだのか。ナポレオンの辞書に不可能の文字はなかったのか。チンギスハンはチンギスカンを食べたことがあるのか。コンフィデンスマンの世界へようこそ。ジェラール・ゴンザレス。若くして白いいけない粉の密輸貿易で財を成した。まあ簡単に言えば元マフィア。早々と引退してマルタで悠々自適。スペインのマフィアですか。行方不明の古代ギリシャ彫刻、通称オドルヴィーナス。ゴンちゃん裏ルートで入手して密かに自慢してる。市場に出れば20億円、優勝間違いです。確かにそうですけど、なかなかにヤバい相手ですね。しくじったら地中海のサメの餌。それだけに臆病な僕ちゃんなんか手を出さない。私には守護天使がついてる。五十嵐、あんたのお相手はあれ。ゴンちゃんがデレデレの南縁の妻レナ。六本木の法律ギリギリアウトの店で踊ってた。お金と男が大好き。詳しいデータはスマホに送った。ゆるゆるギャルか。一番得意だ。バクリス可愛いマダム、ぜひお力に。
Annie, you ready? Yeah, let's go. Antika, hurry up! Umada-kun, hayaku! Hey, tadaima! You're back, boy! これなんかなかなか似合ってるな。美術賞ならもう間に合ってっぺよ。おせべや。クソ生意気な。作戦変更。ゴンちゃんの優しくて厳しいママはスペイン軍の軍人さんで、いつもゴンちゃんお尻ペンペンされてた。だから未だに軍服女子に弱い。We are from the Embassy of Japan. I'm Captain Maitsukuda of the Japan Maritime Self Defense Force. 大使館好きの防衛駐在官。実はネット上で2人への脅迫や殺害予告が多数見られまして、かなり危険な状況だと我々は分析しています。ダーリンは引退して真面目にやってるの。狙われる覚えなんかないし。非公式に入手した高価な嗜好品は犯罪の標的になりやすい。You have the dancing Venus, don't you? I don't know what you're talking about. No men ganyans, Gerard. Minami Sohos. 大使館が口を出す問題じゃないですよね、奥様。邦人保護は大使館の職責。何かあってからでは遅いのです。Bueno. Quedarse a cenar.まさかマルタでこんなに美味しい日本食がいただけるとは。料理お上手なんですね。うち家族多くて、弟とか妹のご飯もずっとレナが作ってたから。ガツガツ食べる人超好き。あれ天ぷら減ってない。え、かぼちゃだけ。芋も食べてほしい。I've got a tough girl. I'm well protected.Keeping someone safe isn't a brawling match. I'm a professional. I'll catch the assailants and spank them. Spank, 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 spank! Mama! Vuelve mañana. Resolveremos los detalles.これでもうゴンちゃんは私のベイビー。お前らの正体をバラすことだってできたんだからね。お互い様。おい、ちょっと押さないで。出ちゃうから。出ちゃうから押さないで。出ちゃう。You are right. I got a suspicious visit.How many more days? Make it three.確かな情報だ。連中はこの島にいる。必ず見つけ出せ。私とタイマン張って勝てるわけなかろ。今のうちにほざいとけ。 Good morning. I have a new item. Oh, there you are. You must be Captain Maitsukuda and Agent Tamotsu Tondabayashi from the embassy. And you must be Mr. Seinosuke Numata, the art dealer. Who are you? I'm Marcel Marimura,
from Interpol. Nice to meet you. These are my subordinates, Ricardo and Freddy. Interpol? こんな安い手で僕を追い出せると思ったか。まずは真似のだ。You are kitty cat. Kitty cat? 子猫だよ。子猫。子猫。You're here, mi amigo. This is Marimura from Interpol. You said we're in danger, so I called him after your visit yesterday. He's here to help. Anything for a friend. フランス国籍でパリと京都のハイブリッド。5カ国語を操るスーパーエリート。おまけにイケメン。ハイスペックすぎだよね。大噂は金がね。元はパリ市警。若くして数多くの難事件解決に尽力した手腕からインターポールが引き抜き捜査権を与えた国際犯罪のエキスパート。その異名はインターポールの狼。狼いやお恥ずかしい。ところで子猫とは。子猫がお好きな。 So you have a friend in Interpol?He also thinks I have this banner statue. あなたたちと同じように狙われるかもだから気をつけるようにって地元警察と一緒に忠告に来てくれたのに。私たちは半月も前ですけどね。夜間はマルタ警察にこの周囲を巡回させてます。お見それしました。佃一佐、その年で大佐とは随分若い。キャリア組の中でも一番若いです。あなたと同じく優秀なのでマルタの大使館にはいつから問い合わせてもはっきりしなかったんですね。すいません。日本大使館は武漢の情報管理が厳しくて。お答えする前に一つ訂正を。マルタに日本大使館はありません。在イタリア日本大使館が兼ねています。そうでした。赴任は半年前です。ああ、駒村大使はお元気ですか。当然ご存知でしょ、あのヒゲの立派な。駒村大使はずいぶん前に退任されました。今は石塚武雄大使が。そしてヒゲが立派なのは平井前大使です。そうでした。無礼な質問をお許しを疑うのがお仕事でしょうから。私が追っている犯人は皆さんが警戒している相手と同じかもしれませんね。情報を共有しましょう。ぜひ。マリムラさんが協力してくれれば100人力だ。Who is it? 私、警視庁捜査二課の丹波というものでございますが。Speak in English.日本から詐欺師を追ってきた。はい、国内外の多くの大物から大金を騙し取ってきた連中です。マルタに入国したという情報があり、こちらに所有されている美術品が標的だと考えております。まあ、勤務中なので結構。その焼き飯だけ後でいただきます。パエリアね。特徴は？全く恥ずかしい話ですが、顔も名前も分かっておらず、若者とも老人とも男とも女とも、偽名も様々名乗っており、例えばダーコ、ボクちゃん、リチャード、何にでもなりすまし、どこにでも潜り込む。もう接触してきているかもしれないね。私がダーコです。彼がボクちゃんで、彼がリチャード。
そういう可能性だってあるわけです。油断せず全てを疑ってかかるべきです。おっしゃる通りです。皆さんのことも徹底的に調べさせていただきます。あなたのことも徹底的に調べますよ、丹波さん。ぜひそうしてください。ちょっとトイレ。沼田さんでしたね。こちらへはいつから？ずいぶん積極的にご夫婦に取り入ろうとしているようですが。沼田さん、正直に言った方がいいですよ。詐欺師なら詐欺師だと。白状します。僕は詐欺師です。He said he's the con man. 茶碗、石ころ、紙切れ、そんなガラクタに法外な値段をつけて売りつける美術商なんて、まさに詐欺師そのもの。捕まえてください。確かに本当そうだよね。もうね、まあね、まあね、お手柔らかに。逃げた方がいいんじゃない、沼沼。用心棒はインターポールの狼と警視庁の野良犬だぞ。怖いならお前らこそ逃げろ。面白くて仕方ない。警察くらい手玉にとってこそコンフィデンスマンよ。有村さん、早いですね。丹波刑事は朝から街で聞き込みをしています。熱心な刑事だ。カモン、フレディ。デカはな、足だ足。デカ。ジェラルド、We need to talk。 ヴィーナスを大使館に預ける？そうです。法人の財産を保護するのも大使館の重要な役目。我々が責任を持って厳重に保管します。だがヴィーナスを預けたとしても二人が危険なことに変わりはない。 Well, prepare an excellent forgery of the Venus. A fool any thieves that can point. Trust me, Gerald. Let's have lunch.じゃがいも剥くの手伝って。へい。マリムラさん、ご夫妻を頼みます。あれ？あれ？はなはな。あ、ちょっと。ちょびひげさんもっと自然な感じにしないと。いや、あさって難しいし、これバレますよ。やっぱそうだよね。あれ？ダコちゃん？何をしてるのかな？大丈夫。痛くないようにやるから。え？ちょっと。痛い！うわっ！ゼロ。Professional, my judo and karate skills are no match for them. They keep coming for me. It's alright, honey. なるほど。Stay here. あなたも見ているしかなかったと。ええ、あっという間でした。Come with me.民間の方はご遠慮。
When will the forgery be ready? Tomorrow. マリムラさん、どうしました？は？さらわれた？買い物中にレーナが誘拐された。警官もつけていたんだが。誘拐ってどうしてそんなことが。奴が来たんだよ。奴？私が追っている犯罪者、土の子。土の子？日本で英雄視されてきた義賊の名だよ。聞いたことくらいあるのでは。噂では。犯罪者が英雄なんて馬鹿げてる。いや、見くびってはいけない。土の子は当代随一の腕を持つ者が受け継いできた。敵は手強い。ジャコメッティの眠る老人、ピカソの怒る女、広重の神田扇橋、この2年間で高価な美術品を片っ端から手に入れている。報道規制をかけているが、1年ほど前にも今回と同じ手段を使った。さらわれたのは養護施設の少年。狙いはボナール公爵夫人が所有する名画ベルナール・ベイの我が家、3000万ユーロとも言われるもの。犯行現場周辺には日本人らしき男女の目撃情報が多数。そしていずれの現場にもこのカードが。やはり次はビーナスだった。この老いぼれもいよいよお堕仏と聞いて飛んできたな。襲名するか、四代目土の子。当代随一の腕を持つ者が受け継ぐんならどうしたって私じゃん。三代目も特別私を可愛がったしさ。ガーコ、お前にとって英雄とは何だ。昔新小岩にあったパチンコ屋の名前かな。四代目土の子はダーコ。お前じゃない。え、なんで私じゃないのよ。あの、沼田さんは。一緒だ、共にさらわれた。はぁ？ This. They want this, right? They can have it. Just get Reyna back. We can give him the forgery. What? What if Dave realizes that it's fake? Reyna, my wife. She might look healthy, but she has a heart condition. 心臓が。Tomorrow at 3 p.m. Century Marina, in exchange for the Dancing Venus. Uke te tatsu. Toki to basho ga kimattara shiraseru.リチャード、話がある。私の行きつけのバーで。僕の本当の望みは自分が足を洗うことじゃない、ダー子を引退させることだ。リチャード、
僕らが組めばあいつに勝てる。3人で引退しよう。僕ちゃん、私は他人に生き方を押し付けるほど傲慢ではない。あいつを守るにはこれしかないんだよ。だったら君がもっとしたたかにならなくては。人の善意にすがってどうする。その甘さが抜けない限り君はダー子さんには勝てない。俺と組みたいってのか。いたのか、五十嵐。いや、お前が呼んだんだろう。あんたの本当の力はダー子をしのぐはずだ。だがあいつを前にするとつい同居を振る舞う。いつまでそんな関係で満足なんだ。僕が勝ったらダー子を引退させる。その後はあんたがあいつを自由にすればいい。自由にとかとか。お前はそれでいいのか。僕とあいつは何でもないよ。五十嵐、あんたのお相手はあれ。ゴンちゃんがデレデレの内縁の妻レナ。六本木の法律ギリギリアウトの店で踊ってた。詳しいデータはスマホに送った。うん、ゆるゆるギャルか。一番得意だ。頼んだわよ。勝利は確実ですね。さすが五十嵐。3 畠山玲奈、父離婚、母6年前に病死、幼い弟と妹を育てるため六本木のクラブで働く。What about this Japanese painting? There is a Japanese painting boom in the art world now, which makes it a good investment for your money. No. No me interesa. Darling は本当に値打ちのあるものしか興味ないから。ではこちらの商品は。あ、ごめんなさい。プライベートの写真が混じってました。弟と妹なんです。弟と妹？何歳？年が離れてて12歳と10歳。うち11歳と8歳。近いんですね。両親を早くに亡くしたもんで僕が稼がねえといけねえから。え、栃木？栃木のどこだんべ？下野だべ。ほーげー、うち猛がだっぺな。おお、たまげだな。さあけ、栃木がい。レナ、are we going shopping or not? I'm comingカーテン買い替えんだけんど、選んでもらえねえか？んだ、喜んで。沼田くん、早く。ただいま。 You're a back boy today. これなんかなかなか似合ってるな。美術賞ならもう間に合ってっぺよ。おせえでや。そば？そば。俺だ。ダー子ちゃんはこれから贋作職人と会う。地中海一の職人を見つけ出し、手付けに2万ユーロ払ってフェイクを作らせてる。あれを失えばダー子ちゃんの作戦は崩壊だ。相変わらず適当な作戦だな。お前さんが舐められてるってことだろ。How many more days? Make it three. I'll buy that Venus when it's finished. I'll pay you 50,000 euros, more than double her price. Give her a chunk of stone or something. やっぱりダー子の子猫だ。気をつけよ。モナも、ちょっと変じゃないですか。キープタイプォーね、そうね、ガオルメソロ、I have to go now.
民間の方はご遠慮。どうした？大事かい？あ、人を呼んでくから。カーマネーネ。時々こうなんだ。ちょっと心臓がね。心臓が悪いんけ？大事だ。もう大事だから。病気のせいで。ダンスは続けられなくなって好きでもねえ男と。踊るヴィーナス僕に裁かせてもらえねえか。んだけんどこっそりダミーとすり替えんだっぺや。よーくできた偽物ご主人には見抜けねえ。20億円があんたのもんだっぺや。土地に戻って弟と妹と。声が大きい。主人やマリメラたちのいねえとこで話すべ。Where are you going? Shopping. Shopping? To buy a birthday present for my husband. So, don't tell him. Okay? They'll go with you.もしあの人にバレたら。いざとなったら逃げればいいぜ。僕が手引きすっから。あなたにそんなことができんの？ただの美術賞に。ただの美術賞じゃないと言ったら。わけあってヴィーナスを手に入れたい。ある勝負に勝たなくてはいけないんだね。だけどその後金に換えたら全額を君に渡す。僕を信じて。あなたを信じてみる。Hi, we're back. What's wrong? レナさん！
急いで。レナさん大丈夫？心臓が。くそ。さんもなりたいか、英雄ツチノコに。僕には無理ですよ、大勢の人を救う英雄なんて。誰か一人救えればそれで十分だ。一人？あの子を守ってやれ。あの子？ダダッコだよ。あれを守れるのはお前さんだけだ。聞いてもいいですか？ダー子はそのあなたの本当の。だったらもうちょっと出来がいいだろう。Hey, you okay? Not the police. You're gonna be fine. Hey, get this to the hospital.フランスの事件と同じ手口なので間違いない。何でもいい、見たことを話してください。フランスの事件って正確にはいつですか？昨年の5月。何か？いえ、もちろん捜査に協力します。 Sorry, Investigator Marimura. Rena's not doing so well. Her pulse is getting weaker. レナを見てきます。容体があまり良くないらしい。四代目ツチノコがいるってことか。三代目は誰にも譲らなかったはず。勝手に名乗ってるのよ、誰かが。誰かって誰だよ。知らないよ。ずっと不気味だった、彼の姿が見えないのが。誘拐犯のリーダー風の男、顔ははっきりとは見えなかったけど僕には分かる。リチャードだって言いたいわけ？誘拐なんてやると思う？去年の5月、リチャードはどこで何してた？知らない。そうだ、知らないんだよ。僕たちは一緒に仕事をしていない時のリチャードの顔を何一つ。僕らとはキャリアが違う。世界中に協力者を持ち、美術品や骨董品のコレクションは数知れない。情熱を失ったなんて口先だけだ。僕たちに勝ち、ツチノコにふさわしいと証明しようと。リチャードだったとして、だったら何なのよ。ルール無用でしょ。まだ勝負は終わってない。終了まであと1日ある。この後に及んでまだラストゲームの勝ち負けかよ。人生をかけた真剣勝負でしょ。モナコ、病院にナースの衣装を持ってきて。佃一等海佐はここで消える。リチャードからヴィーナスを奪うわよ。リチャードの居場所を知ってるのか？ホテルは五十嵐に突き止めさせてある。抜かりないわ。お大事に、負け犬さん。どこへ行く気だ？マリムラさん、レナが心肺停止だ。Enough! No response!
すいません、買い物に連れ出したのは僕の責任。そんなことじゃねえだろ。俺たちが何も知らねえとでも思ってんのか。土の子はどこだ。全員すがってどうする。その甘さが抜けない限り君はダー子さんには勝てない。それに私は正直この話にワクワクしている。我々はいつの間にか慣れ合いすぎていたんじゃないだろうか。本来3人とも商売がたきのはずだ。本気で戦うのも悪くない。何が欲しい。ゲームに勝って何を望む。何も。強いて言えば誇りだ。私の本当の力を見せよう。リチャード。順調そうだね。ええ、ご要望通り生きのいいのが4匹釣れそうよ。では予定通り。あ、はい。Was he the deflector? I'll kick his ass. No, no, no. He's a dangerous man. He might kill me one day. We're serious, okay?Just tell us what to do. Will you really help me? You bet we will. Right? Yeah. Huh? Of course. Just a down payment. If you get the job done, you get more money than you can spend in a lifetime. It's a simple job. If you accept, we'll explain what you have to do. If not, leave the money and get out. Who are you? Me?You can call me Tsuchinoko. On behalf of the management of Olympus, we would like to welcome you to our facilities. Please do not leave your belongings unattended. We offer a safety deposit box service where you can leave your belongings under the supervision. そろそろお魚が着く頃だ。ありがとう、五十嵐。君はここまでだ。パスタ屋を畳んで撤収しなさい。気をつけてね。この程度のことは散々やってきたんだよ。
The police come after us. Your wife is dead. Unit! Go! Don't lose them! No! They're gonna kill my wife! Let them go! Pacho unit, stand down.美しき勝利の女神、四代目だがね、リチャード、君は英雄にはなれない。やはり血のつながった子に与えたいですか。何のことだ。冗談です。分かってますよ。私は非道なこともしてきましたから。それに私は人に何かを与えてもらうのが好きではありません。欲しいものは常に騙し取ってきました。英雄の称号もそうするか。もし欲しくなったら。よくここが分かったね。拠点だけは探らせておいたの。私の忠実なしもべに。五十嵐か。彼のことは丸め込んだつもりだったが、裏切られたかな。百戦錬磨のリチャード、その本当の顔をようやく見た気分。敵を知り尽くしていると思った時、敗北が始まるんだ。ごもっとも。一目拝みたいな。終了時間まであと2時間。私からこれを奪おうって言うんだろ。さてどうやる。いろいろ考えたんだけど、この状況でリチャードを騙すのはさすがに難しそう。もし勝てるとしたら体力かなって。力ずくで奪って逃げるか。どうしてここが。五十嵐がつながっていたのは全員ということかな。誰が勝っても美味しい汁を吸おうってことか。あいつらしいわ。ボクちゃん、走って逃げるのは君か。やればいい。それで君のプライドが傷つかないと言うならね、私の充足感は変わらないだろう。勝負に勝ったのは
私だ。ついに捕まえたよ、ツチノコ。Make way! Clear a path!なんでかな。ボクちゃん、あんたに聞いてんだけど、なんで私たちを売ったのかって。僕たちは一線を越えたんだ。はあ？リチャードは僕らの知らないところでツチノコを名乗り、卑劣な犯行を繰り返していた。失望したよ。僕ちゃん、レナさんが心臓病だって知ってたのか。知ってたのか。彼女は一時心肺停止になって今も昏睡状態だ。明日をも知れない。僕らのせいだ。誘拐をやったのはリチャードじゃん。レナさんを巻き込んだのは僕もお前も同じだ。くだらない対抗心で腕比べなんかして、その犠牲になったのが彼女だ。まあいいわ、3人で口裏を合わせればこんなところすぐに出られる。リチャードもヴィーナスは拾ったっていいのよ。いい加減にしろ。3代目の教えを受けた者として恥ずかしくないのか。もう言い訳はせず罪を受け入れよう。で、自分は正しいことしたつもりで司法取引。取引はしてない。もう君たちと同じ罪を背負う。正しいことしたなんて思ってない。すまないと思ってる。謝るよ。謝ることはない。裏切るのも自由、むしろ見事だ。ダー子さんに足を洗わせる。実際そうなった。奥ちゃん、君は見事に自分の目的を達したわけだ。私とダー子さんの負けだ。勝ち負けなんかどうでもいい。
ダー子を子供の頃からお前に振り回されていろんな冒険をして楽しいこともいっぱいあったよ。でも僕が本当にしたかったことは君を守ることだった。君を普通の女の子にすることだった。結局こんな形になっちゃってごめん。ずるいよそんな言い方。一緒に罪を償おう。綺麗になってやり直そうよ。ずっとそばにいるからさ。前から分かってた気がするよ。いつか引導を渡されるなら僕ちゃんにだって。We're aware that you're in position of a precious work of art. We thought you'd appreciate our protection. Art? We're not that interested in jewelry. The dancing Venus. Gerard, what is it? You were right. I got a suspicious visit. You're gonna visit from people claiming to be from the embassy? Good morning! I have a new idea! Oh! Who are you? I'm Marcel Marimura from Interpol. Nice to meet you. 日本から詐欺師を追ってきた。はい。国内外の多くの大物から大金を騙し取ってきた連中です。マルタに入国したという情報があり、こちらに所有されている美術品が標的だと考えております。どう思います、あの連中。丹波刑事、日本の詐欺師たちがここマルタに来ているという情報はどこから。それはここで捜査するなら情報は全て渡してもらいます。私がここに来たのは奴らに復讐するために血眼で探してる男がマルタに入ったからです。確かな情報だ。連中はこの島にいる。さっさと。こんなところまで追いかけてくるとは。ケイツさんもしつこいですね。あんたの協力が必要なんだよ。ご遠慮願います。プライベートなバカンスだもんで、ね、ワインがまずくなる。おい、熱海がお似合いだよ、チンピラ。なんだお前。私は日本警察ほど優しくない。インターポールから独立捜査権を与えられている。お前ごときいつでもパクれるぞ。俺が何したってんだ。容疑なんてどうにでもなるんだよ。有村さん、いくらなんでも情報を渡してマルタを去るか、しばらくこっちの別荘に入るか選べ。こんなことしてただで済むと思って。選べ。
俺を狙われちな。謝るな。ここでは私の指示に従ってもらう。日本からだ。これが本物の佃一佐と富田林警備対策官だ。会長、この二人のうち脅せばこっちにつくとしたらどっちだ。どっちも無理だろう。だが上でなら転ぶかもな。頼む、任意で引っ張らせてくれ。俺が吐かせてみせる。この男はまだ未確認だ。一網打尽にする。泳がせるってのか。もし逃げられない。丹波刑事、私の指示に従ってもらうと言ったはずだ。長年追ってきた星なんだよ。私が追ってる犯人でもある可能性がある。彼らには一切触れるな。俺はこの山にかけてるんだよ。上に逆らってここに来た。しくじれば飛ばされる。女房にはずっと苦労かけて。私には関係ない。邪魔をすれば強制送還する。あんたは町で聞き込みでもしてろ。フレディ、あんたのパートナーだ。好きに使え。監視役の間違いだろう。レッツゴー。触んな、触んなっつってんだよ、ほら。I hope he doesn't get in our way. Even fools and bronze scissors are useful when used properly. A Japanese proverb. 森村さん、早いですね。丹波刑事は朝から街で聞き込みをしています。熱心な刑事だ。Gerald, we need to talk. How are you? Do you know this man? What?Have you seen this man? I don't know. Come on, Freddy. Deka wa na, ashi da ashi. Big, you know? No, of course. Of course, huh? Of course. Would you like Japanese pasta? Japanese pasta, sounds good. Who are you? You can call me Tsuchinoko. Yatsu wo mitsuketa. Nani? Tsuchinoko wo mitsuketan da yo. Tsuchinoko? 3人目の男に間違いない。 Tsuchinoko と名乗った。誘拐をやる気だ。即席で実行部隊作りやがった。俺たちは潜り込んでる。今すぐ応援を。そのままやらせなさい。何？誘拐をやらせるんだ。犯行の完遂を待って逮捕する。レナがさらわれるんだぞ。あなたがうまく守れ。本気か？未遂であげてもすぐに出所だ。奴らはまた次の犯罪を犯す。私を信じろ。やれ。まっと、Kidnapping under the name of Tsuchinoko. It'll save us the trouble, like a moth to a flame. Ah, Japanese proverb, right? Nice. After them! Utsukushiki shouri no megami. Let's celebrate. Cheers. Cheers.
起きろ、フレディ。うん。あ、くそ。Tamba and Freddy lost Tsuchinoko and the Venus. They're useless. Had a feeling they might. We still have a trick up our sleeve. Lena が心配停止だ。Lena, keep late. Lena, and again. Lena, すいません。Tsuchinoko どこだ？俺は信じてたんだよ。俺が追ってた奴らは誘拐なんて卑劣な手を使う奴らじゃないってな。本当の英雄とは何だろう。過ちは正さなければ人生をやり直すこともできない。君は仲間を裏切るんじゃない、救うんだ。本当の英雄になれ。取り調べさせてくれる。取り調べ？彼らを逮捕したのは私とマルタ警察だ。あなたにそんな権限はない。ふざけるなよ。俺の協力で逮捕できたんだろうがよ。何の話だ。まさか誘拐組織に潜り込んで犯行に協力したとでも。警察がそんなことをするはずがないだろう。あなたは何も貢献していない。貴様、キャンキャン吠えるな。あんたにできることはない。マルタ観光でもして日本へ帰りなさい。メスイボク、一つ教えろ。レナが心臓病だと知っててやらしたのか。彼女には感謝状でも送るさ。そんなもんがないんだろ。彼女はもう目覚めないかもしれないんだぞ。何がおかしい。お前本当にめでたいな。まあ確かに医者もナースもいい芝居だった。彼らにも感謝状を送らないとな。心肺停止は嘘。貴様それでもでかか、こら。じゃああんたは何なんだ。長年追いかけてきた星を目の前で持っていかれた負け犬だろ。さっさと出ていけ。あんたみたいなのは地中海の美観を損ねるんだよ。貴様、what should we do about them? Let's see. どこに移送されるんですか？君たちは牢屋に入れてもすぐに出てきてまた犯罪を繰り返すだろ。そういう相手には超法規的に措置することにしてるんだ。超法規的？美しい地中海を汚すゴミは処分しないとさ。処分？どういうことですか？私は怒ってるんだよ。君たちみたいな三流詐欺師が英雄を気取っていたことに。実に不愉快だ。正義の警察こそ英雄だと言いたいのかな？そうじゃない。どんな世界にだって英雄がいていいさ。実際戦争になれば人を大勢殺した者が英雄だ。正義なんて私は信じてないよ。だったら英雄って何なのかしら。力さ、圧倒的な強さ、技術、知識、才能、その抜きん出た強さに人々はひれ伏す。力が世界を制するんだ。それが英雄だ。君たちは何の力もない底辺のゴミだ。
諦めろ。どうせ苦しいのは一瞬だ。すぐ楽になるよ。俺の獲物に指一本触れるな。おかしくなったか。あんたにそんな権限はないんだよ。そう思うか。日本には土下座ってのがあってな、俺は大嫌いだ。でもな、一生に一度ぐらいやらなきゃならない時あるだろう。奴んとこ行ったよ。まさか。お願いします。赤星英介が被害届を出した。これにより総額50億円の詐欺容疑で3名に逮捕状発行。身柄引き渡してもらおうぜ。Authority over this case from Interpol. And we represent government of Japan. 駐イタリア日本国特命全権大使石塚武雄です。在外交換警備対策官富田林保です。防衛駐在官一等海佐佃舞。警察庁より委任され被疑者の身柄を拘束します。私はこの件に全権を任され。マルタ政府も了承済みです。不満があるなら外交ルートで抗議しなさい。リカード、フレディ。大使、ご協力感謝申し上げます。後始末は自分が引き受けます。3人をよろしくお願いいたします。行きましょうか。どうやら助かったということかな。野良犬さんが狼に勝つとはね。これでよかったんだ。日本で罪を償って静かに暮らそう。首でよければいつでも差し出してやるぜ。じゃあな。母ちゃんか。俺だ。とうとう大仕事やり遂げた。ああ帰ったら二人で祝杯あげよう。リチャード、ありがとう。二人のおかげで楽しかったよ。こちらこそだ、ダーゴさん。Bad we couldn't kill him, but he's still getting locked up in Japan. We fit the stray dog. That way make our job easier from now. Agreed. In any case, those Japanese con artists were such idiots. In the presence of law enforcement. They're too busy keeping up. They are on cover to see through their opponent. A rookie mistake. Mission accomplished! Let's get out of here! Copy that. Don't be so mad. We had to do it, make our list. How's your wife?
ああ、レナさん。怒鳴る元気があれば安心だ。リーナス？リーナスは依然行方不明です。ああ、そう言われてもね。そもそもあなた方のような下品な人たちにはふさわしくない宝だった。天罰が下ったと思いなさい。悪事で富を貪り、虚飾のために美術品を買い漁って自慢する、醜悪だね。公爵夫人もそう。慈善活動を隠れ蓑にし、数十億円の絵を保有する。 Quel plaisir de vous revoir, monsieur. 偽善以外の何者でもない。そんな奴らばかりだ。至高の芸術作品はそういう腐った者たちの手から解放され、真にふさわしい者の手にあるべきだ。そう思わないかい？ようこそ当代随一の腕を持つ英雄ツチノコのもとへ。私を認めなかった老いぼれ、あの世から見てるかい？Japanese car artist? I was so disappointed. What a bunch of overconfident amateur losers! The Japanese detective was a complete fool too. I did the right thing. Live in that lousy, boring country! Yes, I am! Boss, you have a text message. From who? From Gerard Gonzalez. Inoy. But look! What the hell? Winner!
土の子はダーコ。お前じゃない。え、なんで私じゃないのよ。なんてね、そんなダサい名前いらないよ。え、いらない。英雄なんてなれるわけないじゃん。三代目だって誰にも継がせる気はないんでしょ。お見通しか。うん。大勢の人を救った初代土の子は確かに英雄だったかもしれん。だがそれは。あの時代が作ったもんだ。俺なんか誰一人救っちゃいない。現代では誰も英雄になんぞなりえないんだ。当たり前じゃん。私たちただの詐欺師なんだから。それが分かってないやつが多いんだ。数えきれない若者が英雄なる者に憧れてここ訪ねてきた。全て追い払ったが、中には才能がありながら非道な犯罪者となった者もいてな。英雄が魔物を生んだんだ。英雄なんかいない方がいい。だから俺の代でおしまい。死をもって英雄を葬るってことか。生まれ変わったら英雄になんぞならず、チンケでこすいペテン師として生きたいもんだな。名前もミミズ程度がいいかもね。ミミズか。気がかりなのは、俺がいなくなったら勝手に土の子を名乗るやつが出てきちまうだろうってことだが、その時は私たちが退治してあげるよ。悪いな。いいの。私は三代目に救われたからさ。Madame de Bonnard, reprenez des forces. Richard, 話がある。私の行きつけのバーで。あら、来日中のフーグループ当主、ミシェル・フー。体調不良で経団連のパーティー欠席だって。やだ、あの子大丈夫かしら。こっくり。お母さん、どうしたどうした。てか、なんでここにいる。来ちゃいけないって分かってたんだけど。だけどボナール夫人が。ボナール夫人、そいつにいじめられたのか。違います。デボラ・ボナール夫人は元貴族でありながら資財すべて投げ打ってご自身はつつましく暮らし、社会奉仕に身を投じている私の憧れ、目標の方です。それが私のせいで。誘拐とは卑劣だね。それでそのボナール夫人、辛労のあまり体調を崩していまだに療養中なんだって。だがなんでそれがコックリのせいなんだい。私が寄贈したんです、ベルナール・ベイの我が家。風家の所蔵品、夫人の施設にぴったりだと思って。私が寄贈したから、だから狙われたんです。それで犯人の手がかりはあるのかい。土の子。ん、土の子。担当のインターポール捜査官がそう言うんだって。捜査継続中だからマスコミにも漏らすなと口止めしている日系フランス人のマルセル・マリムラさん。おお、それはいかにもだね。いかにもでしょう。こっくり、
タを持ってきてくれたね。え？これ私たちがやらなきゃいけないやつなのよ。土の子退治。しかし勝手に土の子を名乗るとは許せんな。自称土の子は地中海一帯を牛耳る犯罪組織を束ねている。どうやら先代のボスに取り入ってその座を騙し取ったらしい。天才的な詐欺師であることは間違いない。美術品のコレクターで多くの作品を騙し取っていますが、どれもこれもそりゃもうひどいやり口。心を病んだのはボナール夫人だけではありません。美術品は全て鉄壁の宝物庫に隠してるって噂ですが、誰もその場所は知りません。宝物庫があるならそれを作った人間がいる。地中海周辺でその手の裏仕事をする建築家はイタリアのロレンティだ。土の子のお宝根こそぎいただきましょう。地中海全面戦争じゃ。おいおいダゴちゃん、ダゴちゃん。だが敵は手強い。よほど周到に準備しないと見抜かれる。切り札がないとうまく使わないとね。ボクシャンかい。彼は我々と決闘するつもりで生き込んでるよ。それを思いっきり利用する。だからここに呼んでないの。子猫を集めて。いや、あのボナール夫人に恩を受けた人はたくさんいて、道を踏み外しながらも抗戦した人やマフィアから足を洗った人さえいます。みんな行き通り、夫人のためなら何でもすると言っています。大歓迎。みんなに子猫ちゃんやってもらいましょう。餌を作って食いつかせる。いや、風景のコレクションに踊るヴィーナスがあります。20億円くらい借りた。ちょっと誰やってんの。Nos cayeron. Espera, espera, ya, ya voyヴィーナスに GPS を仕込んで入手させる。でもすんなり渡すと GPS も調べられる。一芝居二芝居必要。どうせこっちの正体見抜かれるなら赤星さん使ってバラしちゃえ。うお、私がマルタに行くって情報を流したら絶対追いかけてきてくれると思ったの。ねえねえ、地中海欲しくない？後手を踏んだらやられる。おいおいおい、先に誘拐組織を作って敵を誘い込み、向こうにこっちを利用させる。レナのことは我らのナイトが超本気で守る。レナさん、本気で守りすぎると作戦が台無しになっちゃうから心臓病って設定にしとこう。レナさん、ナイトは情にほだされ、敵も手に落ち、リムラさん、敵はヴィーナスを手に入れ、目障りな詐欺師たちを日本警察の手に落として完全勝利と思い込む。思い込めばこっちの勝ち。二人のおかげで楽しかったよ。こちらこそだ、ダーゴさん。みんなも楽しかった？イエーイ。石塚大使もご満足？まあな。赤星？この役、赤星さんがやる予定だったっけ？どうしても俺がやるって聞かないんですよ。演技ガチガチでヒヤヒヤ。あの小僧、俺の髪の毛を掴んだんだぞ。やり返さないと気が済まん。おかげで石塚大使役の子猫出番なくなっちゃった。かわいそうに、ギャラはちゃんともらっとくんだぞ。でも赤星さんのおかげでうまくいった。約束通り、私たちがこれまでいただいた50億お返ししますね。そんなもん俺にとってははした金だ。
これが地中海進出の足がかり。そのために俺がお前らを利用。聞け。アジトにご案内、うん、GPS バレなくてよかった。自分でつけて目の前で捨てられる。最初からもう一個埋まってるとは思わないさ。止まった。フランス？マルセイユ郊外の森の中だ。おい、どのぐらい待てばいいんだ？2ヶ月ほどかしら。騙したら今度こそ殺すからな。ポクちゃん、なんか怒ってる？怒ってるよ。大体あんたも赤星の変装の仕事なんて引き受けちゃダメだよ。ハリウッドナンバーワンの特殊メイクアーティストなんだから。ジョージ・マスワラ、相変わらず無口だ。あんたは本当に仕事選んだ方がいい。ジョージ、お疲れ。相変わらず無口ね。どっから声出してんの？よし、よし、よし、どうぞどうぞ。まさかこんなあばら屋に宝物庫があるなんて誰も思わないな。Bonjour. Nous sommes là pour examiner votre conduite. Sortez ici. Je n'ai besoin d'aucune aide pour la canalisation de mon eau. Allez-vous-en. あのばあさんをよく簡単に連れ出したな。本当は世界中を旅するのが若い頃からの夢だったらしい。その気持ちを一瞬で捉え心を虜にする、天才恋愛詐欺師のなせる技だ。さすがジェシーだ。設計図通り。設計図なんていつ手に入れた？設計したロレンティの建築事務所に潜り込んでもらったの。私の永遠の憧れのお方に。あっという間にロレンティお気に入りの秘書。さすがスターだ。これはどうする？
Who are you? I met a girl in Malta. She said a stolen painting was here. Ah, here it is. Bernard Bay's Our House. So, who are you? I was looking for that painting too. I am special agent Marcel Marimura from Interpol. Ah! Anata ga Interpol no Marimura-san? Yeah. Yeah, 奇遇ですね。いや、実は私もインターポール特別捜査官マルセル・マリムラ言うんです。やっと会えましたわ。私の名前を語ってある人に。50億利子つけて返すなんて言っときながらこんなガラクタをくりつけてきやがって。あのマルシーダーコにはもう飽きたわ。やはりメソポタミア文明最古の彫像の一つグエノルキャットの正真正銘の本物。まさにかけがえのない歴史的遺物。あんた、なんてことしてくれたんだ。あの女騙すと見せかけて騙さないなんて騙しやがったな。ぶっ殺してやる。もう騙されるものと思っちゃってんだ会長。壮観だね。我が人生最大の収穫だろう。フェルメール、ダヴィンチ、広重、北斎、レンブラント、モネ。総額いくらになるか見当もつかない。みんなで山分け。それらは全部元の持ち主に返せ。ダーコ、僕を騙す必要はあったのか。おちょくってたのか。まあまあ、僕ちゃん落ち着きたまえ。今回は総力戦、全員が最大の力を発揮しなきゃ勝てない。僕ちゃんが一番力を発揮するのはどんな時？騙されてるとも知らずに必死になってる時じゃん。本気でレナに同情し、本気でマリムラに籠絡され、本気で私たちを裏切った。だからこそ土の子ですら騙された。だって僕ちゃんは騙してないから、本気だから。僕ちゃんこそ最強のコンフィデンスマンや。ニュメンニュメン。やかましい。やっぱりおちょくってるだろう。
リチャードまでひどいじゃないか。本気で殴られたんだぞ。悪いと思ってる。だが君は言ったね。私はもう年で無理も聞かないと。不愉快だ。徹底的に騙してやろうと思った。若さを取り戻した気分だ。笑ってる場合か。みんな冷静に考えろ。包囲網が迫ってることには変わりないんだぞ。包囲網？丹波は僕らの正体を掴んだ。奴は必ず追い詰めてくる。もうここを引き払うしか。お茶どうぞ。ありがとう丹波さん。丹波がいる。お茶配ってる。そりゃいるよタンバリン、私の新しい弟子だもん。弟子？ご挨拶遅れました。ダーコ師匠の弟子、タンバリンです。ずっとケチな詐欺師やってたんだけど、どうしても私たちの仲間になりたかったんだって。俺たち会いたさに警察のふりして赤星のところに乗り込んだそうだ。スターやジェシーや私たちの身辺を探っていたのも彼だったし。弟子にしてください。女房には苦労かけっぱなし。一緒にお仕事やり遂げ、女房に贅沢をお願いします。だから私正直に言ったよ、熱烈なファンだって。敵が敵だからね、最後は私たちを消すかもしれない。タンバリンには有村サイドに潜ってもらった。ずっと足震えてました。最後乗り込む時なんて一杯引っ掛けないととても無理でした。警察に相対すると自分の正体を見抜かれまいと必死で、相手の正体を見抜けなくなる。商法の商法。僕ちゃん兄さん、気合入りすぎてぶん投げちゃってすいませんでした。タンバリンさんもどうぞ分け前選んでください。え、いいですか、もなこ姉さん。はい、じゃあ遠慮なく。僕ちゃん、他に質問は？ちょっとめまいが。僕は帰るよ。ダメダメ、一番大事なことがまだ終わってない。一番大事なこととは？リチャードまで何言ってんの。メインイベントは私たちの真剣勝負、ラストゲームの勝敗でしょ。え、それは嘘だったんじゃ。その部分は本当だったの。当たり前でしょ。忘れてないでしょうね。敗者は勝者の言うことを何でも聞く。私が勝ったら引退なんかさせないし、一生尻尾振ってもらうからね。そんな、いや、それはグダグダ言わずに収穫を持っちゃって。英雄さんへ。いつの時代も人は英雄を求める。英雄こそが人々に力と強さを与え、私たちの人生を支えるから。バカバカしい。英雄なんて不幸を隠すために作られたまやかしの冠、やましい心を隠す偽りの鎧。決して存在しない幻だから、追いかけたって無駄よ。もしも本当に英雄らしきものがいるとしたら。私はナミコさんとパスタ屋未亡人先で2万5000ユーロほど稼いだんだが、ナミコさんに持ち逃がされてオケラだ。相変わらずナミコに弱いね。僕もオケラだよ。僕ちゃんはオケラじゃない、マイナス。このバッグまさか。うん、あの職人、現地で雇ったただのおじさん。ボクちゃんを釣るための餌。結果発表。ボクちゃん兄さん、5万ユーロとは奮発しましたね。優勝はダーコさんでございます。あの、というわけで次のお魚発表だ。おー、ボクちゃんとリチャードには 2.5 次元ミュージカルをやってもらいます。その時は私たちが退治してあげるよ。悪いな。いいの、私は3代目に救われたからさ。救われた？俺は何もしてやってないだろ。出会わせてくれたよ、大好きな人たちに。孤独じゃなくしてくれた。私ね、一生離さないんだ。奴らにとっちゃ災難な話だな。これ以上ない幸せな話でしょ。Thank you.
僕は足を洗う。私も引退する。捕まえろ。一生にはさんだ。もしも本当に英雄らしき者がいるとしたら、それは日々を懸命に生きる名もなき人々のこと。私たちの近くや遠くにいる。幻なんかじゃない。人生を支えてくれる私の大切なあなたや、あなた。バイダーコ。愛を込めて。ミミズ？私もやるか。 2.5 次元。
手組まへん。私の次の獲物、日本の詐欺師たちなんや。5次元ミュージカルは必ず成功します。日本には世界に通用する原作漫画が山ほどあるんです。おぼしなやまず立ち巡るなり小獣ギガをよきよき思考して、我らの超獣ギガ、超獣ギガ、あれは何ですか？日本が誇る世界最古の漫画、超獣ギガ。これぞまさに元祖キャッツであり、ライオンキングなのです。これは必ず当たりますね。わかりました、出資しましょう。心配なかりけり、すべてのことは悩み殴らん超獣ギガ。やったな。もう何でもありだな、あいつ。